ストレートエニアグラム、二等兵の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます、はい。タイプごと、どうやってタイプごと付き合っていきましょうか。付き合っていくか。どうやって口説いていこうか、恋愛編でございます、タイプ5っていうのは、今日もまた同じように、エニアグラムでパートナー探し、エニアグラム9つの性格診断という本をまた参考にしていくんですけども、タイプ5っていうのは、どんな性格かというと、知的に有能でありたい、自分を取り巻く世界がどのようになっているのかを知りたいっていう欲求が強い人ですと。で、価値判断の基準としては、頭で納得いくかどうかが重要ですと。で、そしてその出来事とかにどんな意味があるのか、物事の意味を問いただしますと。で、未知のことに対しては知的直感が働くことがありますと。で、人との付き合い方としては基本このタイプ5っていうのは有利タイプで合理的、なので、基本人から離れて孤独を求めますと、自分の世界に、内面にある思考や空想の世界に引きこもろうとする傾向があるよと、で機械や物、動物、自然と相手をしていた方がいい、君じゃないとまあなんか有利タイプの特徴が人との葛藤を避けたいみたいなところじゃないですか、なるほど、なので極力こう人と関わらないように、で自分の世界を作る、自分の世界にそうっていう、であとは物事の受け止め方としては、まあ冷静、客観的に見ています、なのでその論理的に筋道を立てて考えようとする、まあ合理的な人、まあなんでよく芸能人で挙げられるのが、例えば大悟さん、まあ語っぽいですよね、話してる内容が。あとは稲垣吾郎さんも、ちょっと有利な感じはしますよ、あとは例えば魚くんさんとか、もう魚魚魚そうまあそういう人が多いですね、はい。あとはまあその、まあ、サマーズ大竹さんとか、カズレーザーさん、あとはココリコ田中さんとかも動物めっちゃ詳しいみたいな、そう興味があることをずっと掘っていく、そうなんかマニアックな人が多いですよね、はい。でその好きなことをしゃべり出すと、わーって止まらない、っていう、なんで多分、タイプ5の人が周りにいる人は、まあ分かりやすい、分かりやすい、普段おとなしいんだけど、なんか自分の得意分野、得意な話になると話が止まらないみたいな人が、タイプ5ですと、女性でいうと例えば中川翔子さんとか、堀北真希さん、でも見た目もなんて言うんでしょう、ちょっとおとなしそうなタイプ、中川さんも基本マニアックな感じがあるじゃないですか、基本なんか引きこもりみたいなのも自分で言ってますし、あとはその光浦靖子さん、やっぱり頭良さそうな、おとなしそうな雰囲気で、頭がいいような雰囲気の人は多分5じゃないかと、でこの人たちを好きになった時にどうするか、どう落としていくかと、大変ですよ、大変僕はなんかその、いけるんじゃないかなって、私自分のことタイプ6だと思ってるんですけど、タイプ6はね、合わせられる合わせられると思ってるんですけども、ちなみにこのタイプ5の人たちの恋愛傾向としましてはですね、愛を感じるよりも、愛とは何か、そうと考えますと哲学恋に落ちる、相手に近づくよりも、相手から離れて自分の中に引きこもって、自分の気持ちについて考えるっていうことをしますと。なんでその相手と親密になると何かを期待されるのではっていう、葛藤が生まれるわけですよね、葛藤を避けたいのに、葛藤を避けたい、でもそれ葛藤が生まれるのを重荷に感じることがあるよと、なんでその普段から人に惑わされず、一人でいる方が快適、といったところがあるため、その人と親しくなると、だからその自分が大切と思っているものが脅かされる。この人たちってこう溜め込みじゃないですか、知識とか、でその知識を溜め込んだ知識を吐き出したくないんですよ。この好き好きって言ってくれる人に対しても、こう奪われていく感覚がある。
から、まあ、健全度が高いとその奪われてる感覚もタイプ8のようにこう分け与えていくことはできるんだけど、はい、健全度が下がるとこうどんどん奪われてはなるものかっていう感覚がある。そう、自分がこう時間を使ってこう一生懸命ため自分のためにためたものためたものをただでこう分け与えてなるものかみたいな、そういうまあ囚われがあるっていう、なるほど、うん、っていうタイプっていうのを理解した上で、うん、まあそのなんでその、うん、そういう人なので感情的にはとても純粋なんですけども、うんうん、なんでその恋の駆け引きとか、うんうんうん、態度には関心がないと、うんうん、そのちょっとなんか引っ掛けようとしても、うん、興味を示さない、うんうんうん、っていうタイプですよと、うん、なんでその一緒に例えばいたとしても、うん、まあお互いに惑わされることなく、うん、静かでいたい、うんうん、パーティー行こうよ行きたくないっていう行きたくないっていう人ですと、うん、なんでその共通の趣味や専門の領域について話し合える友人のような関係が望ましいと思っている、うん、そうそう、なんで一緒にパーティーって楽しみたいじゃなくて、うん、この人たちが好きなことを一緒に喋りたい、なんかこの人たちが行くパーティーは例えば何ですかね、動物が好きだったら動物好きが集まるパーティーとかだと思います。どこかの教授が教授がこの動物はねみたいな、ナウマンゾウについてみたいな、すごい文献見つけてきたんだけどみたいなことを語り合える仲間が集まるパーティーだと思うんですよね。つけ焼き場じゃちょっと苦しいです、ね、苦しいです。 その時間は拷問ですねあーみたいな、なるほど、そう、だからまあ本当口説きたいみたいな時って、まあ、好きなわけじゃないですか相手のことをね、そう、はい、自分としては相手のことを好きなので、はい、そこを乗り越えていけることはできると思うんですよ。まあ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 、あ、まあ、なのでどこまで好きかですよね自分がそうですね。なのでその結婚とかしてもこのタイプは、うん、まあ一人で部屋に引きこもって音楽を聴いてたり、うんうん、まあ自分の趣味に費やすっていうような人ですと、うんうん、なんでもともと結婚にはそんなに興味がない、うん、なんて書かれています、うん、要は一人で生きていきたい、一人で生きていきたい生きていくために知識をつけてるので、うん、多分一番自己完結するタイプなんで必要なものを合理的に判断してそれを合理的に身につけていってみたいな、君は必要じゃないみたいな、私の生活に必要じゃないってされるわけですね。そう、まあ、健全度もあるんで、健全度が高くなっていくと必要だっていうのが分かるわけじゃないですか、はいはいはい、絶対一人では生きていけないんで、はい、そう、あそこになんで食い込んでいくには、うん、まずその、うん、この子たちの好きな、うん、そう専門領域に踏み込んでいく、踏み込んでいくそう、その勇気があるかですよね、試されますねそうで、まあ、そこまで好きだったら多分いけると思うんですよ、とかたまたま趣味が合うとか、はい、僕はなんか合わせられる気がします、うんうん、はい、なのでそう全く興味のない金属のこととか、ああなるほどっていう、まあ、僕の知り合いのタイプ5の人は、はい、こう金属の専門家研究者をやってたようなレベルの人で、金属かこうスプーンとか持ってきてこうこれがクロムがいくつで、あーダメだみたいな話を、でもまあ女性でも、うん、自分の例えばそういう、うん、その方がじゃあ金属のことだったら、うん、女性でもそういうことを話し始めるわけですよね。そうそうそう、その人が金属、堀北真希さんがそれを話し始めるわけですね、うん、そう金属があって、まあ金属好きならねなるほど、で、まあ、この辺だったら動物とかなわけじゃないですか、魚くんだったら魚じゃないですか、あーそっか、そこの領域に踏み込んでいけるか、すごい魚すごいってまあ、知らなくてもいいと思うんですよ、そこに興味を持って教えてくださいっていう立場でいけば多分喜んで教えてくれるなるほど、のでその魚の話を延々と聞いてられれば、はい、多分こう魚くんには受け入れられるんじゃないかな、例えばカズレーサーさんだと、うん、ガンダムって言われると、うんうん、なんで女性でも堀北真希さんがガンダムだったら、うん、一緒に掘ることはできるかなと思うんですけど、うんうん、確かに結構、うん、マニアックな部分に行くんですよね、そう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 、魚とか、魚とか動物でもなんかもっと全然なんかパンダとかじゃなくてなんか鳥、ダチョウとかなんかよくわかんないけど、あ、いや、シソチョウとかそういうそういうなんか一つのものにをものすごく掘るみたいな、だから金属の普通金属が好きって言っても
僕とかでいう金属が好きってなんかアクセサリーレベルじゃないですか、はいはいはいまあ、分かるとすれば、まあ、シルバーがねシルバーがねとかプラチナがねとかで、まあ、そんなレベルじゃないですか。クロム何パーセントがどうのこうのっていうのは考えたこともないレベルじゃないですか。そうですね、なんか目をつぶってしまいますっていうところにそのクロムが何パーセントだと何がいいんですかみたいな話を合わせていってて興味を持って合わせられるとこの子たちの世界に入っていける踏み込んでいける、うん、そうすると勇気があるかってことですね。仲間になれる勇気があるかってことですね。そうでこのタイプ5の人たちの、うん、この人たちはどうやってパー、うん、その人と付き合っていくかっていうと、うんまあ、その自分のことはあまり話しません、うん、無口ですと、うん、なんでその気持ちを触れ合うようなコミュニケーションはそんなに求めてませんと、うんうん、なんでその相手のためにこの人たちが自分から積極的に何かをしてあげようっていうのはその健全度が高くない限りそんなことあんまりなくその物質的な面でもケチくさいところがある。なんでそのタイプ5はそういう格好とかもあまり気にしない、気にしない、もう最低限あのまあ生きていける格好ができればいい、そうですねって考えてる人たち。なので無駄を省きたい。なんで多分相手にも例えばその今日この新作のバッグが出たからバッグ買ったんだっていうのを多分バカじゃないのぐらいに思ってるかもしれない。そうこの人たちは頭がいいんでみんなバカに見えてしまう。なんでなんかなんとかのバッグ50万したのこれ並んで買ったんだそれの素材がみたいなそれの素材から考えると5万で済むよねみたいな5万もしないよねみたいなそういう話になっていくので、その LV っていうマークが55万だねみたいな、そういうことを考えるとそんなブランドなんか無駄ですよねっていう結論を出す。なるほど、なんでまあこの人たちの前ではそういうのはあまり通用しない、あまり、まあ、なのでこう着飾ってモテようと思ってもそんなに響かない。ピカピカのトロフィーになったとしても全然、むしろなんか話が面白い人の方が話が面白い、まあ、踏み込んでいける、そうそうそう話が合うかみたいなところが多分重要、多分知的な人とかは好きなんじゃないかな。僕もタイプ5じゃないんで分かんないですけど、話の合う自分の話を受け入れてもらえる人、そうですね、に心を開いていくんじゃないかな。なんでこのタイプ5の人と、まあ、どうやって付き合っていけばいいかっていう、このエニアグラムでパートナー探しの本によるとですね、なんでその彼ら その客観的なところとか、まあ、知性をすごい認める、認めるとか、その話すときは簡潔に話す、気持ちがとかじゃなくて、また簡潔に、まあ、結論から言うみたいなそう、あなたの気持ちはいいからってなるほど、なるほど。で、まあ言わないですよ、多分有利タイプだし、あなたの気持ちはいいからなんて言わないけど、ここは心の中で思ってる、バカじゃないもういいから早くで何が言いたいんだろうみたいなところを多分ずっと思ってる、なるほど。でまとめますよね、多分頭の中で。で結局そこまで話して言いたいことはこれだよねみたいな5文字で終わるよね、そうなるほど、であとはその彼らの資料分別と助言を、まあ価値があると思うなら、ちゃんとそれを認めて、口に出して認めてあげる、あとそのあなたの望みや欲求を伝えるときは、欲求がましく感情的に言うんじゃなくて、事務的に簡潔に言う、それでちゃんと通じます、だこの人たち自身も多分感情はあんまり表に出てこない、分かりづらい、出さなさそう、怒っても怒ってる感じしないし、悲しんでても悲しんでる感じしない、常に静かだしみたいな。でもまあ、身の回り会社にも5いるんですけど、分かります、ずっとこう無表情な感じ、そうですね、なんか何を考えてるかは僕には分からないですそうなので、まあ、そこもですよね、多分こういう語の人を好きになったら、そこもこう、あ、この人は感情をこうあまり表に出さないんだって知っておく必要あるのかなって。でなんかずっと静かにご飯とか食べてる時も、こっちでわーって喋ってても、黙々と黙々と小さな口で食べてる感じ、なんで
体型的にもそんなに極端に太っているとかっていう人が少なくて、結構スマートな印象があります。まあそうだと思います。ミニマリストみたいな。そうですよね。いかに少ない資源で生きていけるかみたいな脳がこう体に身についてる。あ、みんな細いみんな細いで、そうだからご飯食べる時間無駄だよねみたいなことを考えてたりとかっていうまあタイプは本当分かりやすいと思います、うん、はい。なんでそのあとは彼らが考えたり計画を練ったりしているときは、うん、まあ、プライバシーを尊重して邪魔しない、うんうん、タイプ5と付き合うときは、うん、その友人、関心、趣味などを彼らに任せてしまうとなくなってしまうので、うん、まあ、その辺はちょっとこっちがね、うんうん、ちょっとは連れ出してあげる、うんうん、嫌がらない程度にあとはそのぎっくりさせないように、うん、調和のある静かな家庭を、静かな環境でいようってする、うんうんうん、多分こう静かにこう落ち着いてるような空気が多分好きだと思うんですよね。まあ分かんないですけどね、うん、僕の知り合いの人はハードロックメタルとか好きなんで音楽は多分そういうのばっかり聴いてるんじゃないかな、まあ、かといって、うん、じゃあパーティー行こうよじゃないんですよ。パーティー行こうよじゃないですよね。でもメタルとかだったら行くんですよ。あ、自分の好きなとこだったら行くそ, うそういうことですね、うん、あとはその、まあ、うん、社交を強制しない、うんうん、あとはその問題解決するときは感情的にやっぱり言うんじゃなくて、うんうんうん、冷静に話し合う、うん、あとはその興味深い刺激のある会話をしてくださいって書いてありますね、うん、なので、まあ、そこの好きな分野ですよね、うん、になんか5の人が喜ぶようなネタをこう投下してあげるみたいなところだと思うんですよね。話をさせて、そうそう、うんうんって、すごい、あ、すごいって興味を示す、うんうん、まあ、つつくとどんどん出てくるんで、はい、かといっておしゃべりは嫌いですと、うん、おしゃべりは嫌いあ、だからあの僕の言うことはあんまりいいんですよ君の言うことはいいとそう、自分が溜め込んだやつをこう鼻出させとけばいいんで、基本こう上手に合図打ちながらへーとか言ってそれ何みたいなことを合わせていけばいいのかなっていう。で、あとはもう、うん、この人が何か言ってるときは静かに、静かに、そうそう、何やってんのとか言っちゃダメって。なるほど。飲み会でこう、もうそんなことで一人でいなくて喋ってよみたいな、あ、っていう吹き方じゃなくて、うん、何々のことが好きなんでしょみたいな。あ、そう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 、それぞれなんだよね、うん、って振ると、そう、なんかこう話題がキラキラーンって目が光るわけですね。で、あ、その、まあ、よく出てくるその人、僕の知り合いの人とかは、はい、そ、金属の専門家であって、はい、歴史が好きで、はい、あと英語も得意なんです、はい、なのでこう英語の話題とかになってきた時に、そういえばさみたいな英語得意だよね。で、その人が英語が得意って言ってもこうイギリス英語なんですよね。みんなこっちで英語って言えばこうアメリカ英語じゃないですか、はいはい、だけどその人がハマってるのはイギリス英語なんですよね。なるほど。だからそういえばなんとかさ、イギリス英語得意だったです、得意でしたよねみたいな、ちょっとなんかアメリカ英語との違いをちょっと喋ってくださいよとか言って言うと喜んで喋りますっていう、このこちょこちょってこの人たちが好きなところを刺激すると喜んで話してもらえて、それを認めてあげると仲間だと、仲間だ思ってもらえる、うん、そう、あ、この人とは話ができるって思ってもらえる。で、僕はタイプ6なんですけども、うん、なんかいける気がします、うん、堀北真希さんと僕は付き合います、うんうんうん、そうなので、まあ、僕もその人とは仲良く、あ、まあ、あるグループで一緒だったんですけど、はい、その中で多分一番仲がいいのがそのタイプ9、タイプ、そう、同体になれる人、そうそうよく話をして、うん、はい、っていうタイプ5の人との付き合い方を考えてみました、うんうん、はい、ありがとうございました。次はタイプ6の、タイプ6の紹介をして、タイプ6の、タイプ6の口説き方を口説き方練習しましょうと、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい。